皆さん、こんにちは。聖夜を前にしたキャリア最大級の第1番に向け、挑戦者の闘志はみなぎっています。12月24日、東京有明アリーナで、ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手に挑む WBO 同級1位のサム・グッドマン選手です。今回は、両者の試合への意気込みや、多額なファイトマネーなどについてご紹介します。是非 最後ままでご視聴お願いしますプロキャリア19戦無敗と順調にステップアップを続けてきた26歳にとってこの試合の位置づけは人生で一番の試合としそれも当然で井上直弥選手は単なる世界王者というわけではありません世界からモンスターと評され各国メディアのパウンド・フォー・パウンドでも1位争いを続ける企画外の存在ですだからこそ 投時はかつてないほどにたぎっており、GO ポッドキャスト番組「ザ・ラン・ホーム・ウィズ・ジョエル・フレッチ」に出演したグッドマン選手は、井上はボクシング界のスーパースターだと強調しました。その上で、君が彼、井上に、勝てるという理由を教えてくれと問われ、それは俺がこの階級で一番強いボクサーだからだよ。自分のスキルを信じてるし、やれると思ってる。と豪語しました。 続けて俺が一番だよ。彼は俺みたいな相手と戦ったことはないだろうしね。もちろん、井上は素晴らしい選手だ。みんな彼が何でもできると思い込んでるけど、彼だって傷つくし、血を流すこともある。とにかく俺は自分ができるってことを信じてるし、日本に行って彼を倒すつもりだ。もちろん生半可な覚悟で倒す。と豪語しているわけではありません。もっか トレーニングキャンプ中だというグッドマン選手はこう明かしました。今までの合宿とは全く違う。ただ、今はこれまでやってきたことの量を増やして、もっと徹底的に追い込んでやっている感じかな。昔から俺は一生懸命にやるタイプで、ジムでも全力を尽くしてきたけど、今は負荷を本当に尋常じゃないレベルに上げてやってる。昨日は朝5時から夜の6時半までジムで、限界まで自分を追い込んだ。 それが日常って感じで今はそれだけが重要なんだ己を律し徹底的に追い込んでいるグッドマン選手日本の観衆の前で完全に意識を飛ばさせたい井上のマウスピースを飛ばすんだと不敵に笑う若武者はモンスターにいかにして立ち向かうのでしょうかまたグッドマン選手をプロモーションするノーリミットボクシングの公式 YouTube チャンネルはジム内で行われたと見られる インタビューの様子を投稿しその中でグッドマン選手は井上尚弥選手戦の勝利に向け自信をみなぎらせた内容を投稿されました記者から10月の発表から一度落ち着いてこれがどれほど大きなチャンスか分かりましたかという問いには落ち着く時間なんてない1秒たりともね全てをトレーニングに注いでいる腰に4つのベルトをつけた後、落ち着いて 自分が何を成し遂げたか振り返ることができるよ。と練習量を誇示しました。続けて、井上尚弥選手のホームである。東京での試合について、クリスマスの時期だし、海を渡れないやつらもいる。でもとんでもないやつらの少数精鋭で大騒ぎするぜ。彼らはかなりリスペクトにあふれる国であり、文化を持っているけど、俺たちの集団は気が狂ってるからな。ワイルドになるぜ。 熱狂的な同胞が駆けつけつることを予言しましまた激動の24年を締めくくる第1番への緊張感が高まっていますそんなプロボクシングスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手がサウジアラビア政府直轄プロジェクトリアドシーズンとスポンサー契約を結び金額は約30億円に上りました石油産業に代わる国家事業として エンターテインメント産業を掲げた同国のこのプロジェクトでは過去にサッカー選手のロナウド選手やメッシ選手ウサイン・ボルト選手やジャスティン・ビーバーさんらそうそうたるセレブを招いてイベントを開催してきましたそこに井上尚弥選手が加わるのですがラッキーな面もあったそうであるスポーツ記者は語りました来年はサウジアラビアと日本の外交関係樹立70周年で その予算の恩恵にも預かったようですが何よりも同国総合娯楽町のトゥルキアルシェイク長官が無類のボクシングオタクだったことが大きかった次戦のトランクスにロゴが入りますがファイトマネーは含まれていない所属事務の大橋会長によると試合まで入っていたらもっとすごい金額になってしまうただサウジで試合をする準備はあると伝えているというから 近日中に試合を含む破格の契約が結ばれるでしょうとスポーツ記者は語りました長官は過去に大物ボクサーと総合格闘家を戦わせたこともあるそうで井上尚弥選手も「度肝を抜くマッチメイクならファイトマネー100億円もありえますよ」と言われています現地時間11月21日にマイポッドキャスト番組「シガートーク」にゲスト出演したフルトン選手は「 昨年7月に東京有明アリーナで行われた井上尚弥選手との一戦を解雇しリング上での自分が思うような自分ではなかったと告白しました試合前に難攻不落と言われた王座から陥落する悔しい敗戦この井上選手戦について番組内で切り込んだフルトン選手は戦う中で何が特に苦労したと番組 MC に問われ何かに苦労したっていうよりも。 自分の思うように動けなかったって感じだと告白さらに別に言い訳をしたいわけじゃない分かってくれる思ったことを言わせてほしいと自身の思いをセキュラ,ラに続けましたそれなりに戦えてはいたと思うんだけどいつもの自分じゃなかったんだ落とせるからってあの時にあの体重でやるべきじゃなかったのかもしれないそれが俺の本音さ毎日のようにサウナスーツを着てサウナに入って そして練習をして階級制のスポーツが持つ難しさを解く元世界王者はつまり落とせる体重と戦える体重は違うってことかなあの階級に長く止まりすぎたんだともとロし井上尚弥選手戦以前から全然ダメだった実は2回ぐらいでフラフラになっていたこともあったと続け21年12月に行われ12回判定勝ちを収めたブランドン・フィゲロア選手との試合も。 気持ちだだけで勝った感じだったた、た。感じと振り返り返ました無論井上尚弥選手の才覚を軽んじる気はなくフルトン選手は「井上も俺がベストなコンディションじゃないことは分かっていたはずだ」としながらもリングで拳をかわしたものだからこそ分かるモンスターの凄みを語りました「井上の技術は本当に高かったスキルが高い者同士だからこそ分かるんだお互いに強い者だからこそ分かる強さってあるんだよ」 見えるるパンチに関してははなとかなるレベルではあった距離を取らなくてもブロックで対応はできたただ俺が倒されたパンチははっきり言って見えなかったそれが井上の強さなんだ PFP1 位に納得かって当たり前だ俺を倒しているんだぞ1位かそうでなくても2位には入る世界最高の選手だと井上尚弥選手に敗れてから俺にとっては減量が一苦労だった とコメントされましたまた井上尚弥選手が新たなスパーリングパートナーも加え12月24日に行われるサム・グッドマンとの防衛戦へ向け実戦練習を重ね20日には5ラウンドのスパーリングを行ったと報告しました大橋秀行会長はメキシコ選手2人今月上旬に来日とも濃厚なスパーリングを行ってます素晴らしい内容です とコメントしました。いかがでしたか今回は12月24日、東京・有明アリーナで行われる両者の試合への意気込みや多額なファイトマネーなどについてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。